オオメマトウダイカは、マトウダイモクに所属する魚類の分類群の一つ。オオメマトウダイなど深海で生活する、低生魚を中心に、四属約十種が記載される。加盟の由来は、ギリシア語のオリオスとソーマから。オオメマトウダイカの魚類はすべて海水魚で、大西洋、インド洋、太平洋から南極海まで世界中の海に幅広く分布する。とりわけ、 南アフリカ沖及びオーストラリア南部の海域における報告が多い。一部の種類は底引き網などで漁獲され、食用魚として利用される。本家は海底付近を遊泳して生活する低生製魚類を主に含むグループである。ほとんどの種類は200メートル以上に分布する深海魚であり、水深400から1800メートルにかけての大陸斜面を 主な生息範囲としている。食性は肉食性で、他の魚類や甲殻類に加え、サダスイトタス属の一種のようにサルパルを主食とするものも知られている。卵は、浮き性卵で、死魚及び事魚は、表層での浮遊生活を経た後に底部に移行する。オーメーマトウダイ科の仲間は、体高が高く、著しく側平たした体型を持つ。他の多くの深海魚と、 共通する特徴として、目は非常に大きい。体長20から40センチメートル程度の種が多いが、最大種では全長68センチメートルにまで成長する。口は上向きで前方に突き出すことができる。鱗は小さく円鱗あるいは口鱗で、未成御は体表の一部に円錐状の甲板を持つ。背びれは5から8本の棘状と28から36本の 南城で構成される。副器には5から7本の南城とともに1本の棘城を備え、棘城を書く、近縁の紅窓台下との間別点となっている。胸びれのひれ城は17から22本で、尻びれは2から4棘26から33、南城である。椎骨は34から43個。的大目窓台アリサイトタスバーコスス。日本近海を含む、 三太陽の深海に幅広く分布するサダスイトタス属の一種。南太平洋から南大西洋にかけて広範囲に分布し、食用魚としても利用される。オオメ大目マトウダイカには、ネルソンの体系において、四属九種、内し十種が認められている。本校では、フィッシュブイスに記載される四属十種についてリストする。サダスイトタス属のみを含む、 須戸下に赤と残る山族が所属する俺をオソ町な赤の2赤に細分する見解もある。ありがとうございます。